広島い車は、中華民国台湾鉄路管理局の列車種別の一つ。現在は、最下等に相当する。2006年11月1日以前は普通車と、称していた。主に客車列車で、基本的に、冷棒の日本製やインド製客車が使用される。また、2008年5月15日以前は、西部幹線 かよし高岡などでも運用され、冷房付き客車も一部使用されていた。客車列車だけでなく、花東線では、冷房の日本製機動車である DR2700、型も2014年7月に引退するまで、広市会社として運用されていた。時期により台湾人、ツアー客などで混雑する。客車の都職から、愛川社と呼ばれている。現状台頭から、 法量で運行している車両は3両編成で転換クロスシートである。トイレは設置されているがあまり綺麗ではない。窓が開閉可能な比例防車両のためディーゼル機関車の騒音と排気ガスが車内に入ることがある。特にデッキを有する日本製車両の場合ドアが手動式の扉で走行中でも開閉するので乗車時には注意が必要である。 2019年1月現在、広島居車の運賃は 1km あたり1.06入体ワンドルである。冷房設備がない分、区間車の運賃より割安な設定となっている。なお2019年1月現在対等から、放量まで全区間の広島居車での運賃は104入体ワンドルとなっている。ただし、UU などの IC カードを利用する場合は、 各感謝の運賃が適用されるため IC 割引であっても割高となる。南海線では2020年12月22日に電化工事が完了したため、翌12月23日より運行は廃止された。電化後の車両の存続が危ぶまれているが、大鉄が2019年に局内に設置した部会の委員に就任した鉄道専門士。 鉄道情報の総編集長庫には、ただしの震源などにより、南海線用4両を含む、客車15両の更新、延命が予定されている。12月23日改正の電化後の新ダイヤでは、便所などの更新工事のため一時的な運休と、復帰後の観光列車へのリニューアルが発表されている。時刻表は、下記の通り駅名は、台湾の漢字表記台湾には、 厳密には上り、下りの表記はない。時計回りを巡行、半時計回りを逆行となる。窓口で発行の乗車券には巡行、逆行の表記がされる。券売機で発券された乗車券は省略される。北行、南行と表記される場合もある。営業キロ1 0トル未満は1 0トルに切り上げて計算する。 運賃 1km あたり1.46入台湾ドル。対等放量化に営業キロ 98.2km、イコール104.092入台湾ドル。少数点以下は、死者5入なので104乳台湾ドル。営業キロは、日本鉄道研究団体連合会、新台湾時刻表2019年1月号、P40 より。日本鉄道研究団体連合会、 新台湾時刻表2019年1月号 P62 大鉄機貨車相川広司海居走り歴史連合法2019年10月26日閲覧相川広司会大使館も普及天型間光列車自由時報 https コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com テイラーワッツニュースライフ ペーパー、140万8827、台湾鉄路南海線、列車時刻表サウスリンクライン台東放領新座、A、タイトゥンファングラオザンジェイング。台湾鉄路管理局。2020年11月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年11月3日閲覧。台湾鉄路南海線、列車時刻表サウスリンクライン新座 A 放領。 うつアずま、ザンジェイングファングラオタイトゥン。台湾鉄路管理局。2020年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月3日閲覧。ありがとうございます。